おはようございます。朝が来ました。よく眠れましたね。あんまり寒くないかなと思ったんですけど、湯たんぽもしました。もうポカポカであったかい、まだあったかいと思いますけどね。今日の天気はこんな感じだね。まあ曇りということですね。ただし今日昼からね、雨が降るということなんで、昼までにちょっと撤収してね、出ていこうかなと思っています。そしてもう今治で、ホテルに泊まることにしました。今日はですね、こんな風な曇りですが、もうそろそろ出発しようかなと思います。本当に昼からね、雨みたいなんで、もう仕方ないわな。こっからこれで入っていたいかな。天気がこう悪くなっていくのに前へ進んでいくって、ほんまなんか嫌な気分やねこれ。今までね、家におった時毎日天気良かったのに、なんで俺が勝って出て行こうとする日になるとこうなるわけ。ほんとに嫌になってくんな。まあしゃあないといえばしゃあないけどね。トンネルの名前が新境目トンネルなんですけど、まあ新がついてるかどうか別に境目トンネルなんですよ。境目で県境なんですよね。まあ、徳島県と愛媛県の県境なんですよ。そこのトンネルの名前が境目トンネルって、なかなか渋いっていうか分かりやすいですよね。小さなこう霧雨のような雨が、まあほな雨とはまだ言わん感じやけど、霧雨っていうかな、ほんま霧っていう感じやけど、パタパタっとさっき来たな。嫌ですね。嫌です、嫌です、嫌です。ほんとにどっかでな、これあんま宿り行ったってな、なんかホテルのがもう3時チェックインなもんですから、あとはもう3時や言うたら雨降っとんよね。そこが大変なとこやな、これ。だいぶ雨が軽く降ってきましたな。どっか止まって、カメラ外さんとちょっと調子悪いね。 GoPro ってね、音声使わんと、このメディアモードとか使わなければね、当然、防水でね、いけるんですけどね。まあ12時47分、雨なんですよね。それでこう、まあ、仕方なくというか、東屋でこう休憩してるんですけど、ホテルのチェックインってね、まあ、大体というか今回のところも3時なんですよ。3時までね、こんなとこでこうじっとしとらないかんというか、寒い。まあ、早くホテル行ってね、あったかいお風呂入りたいね。明日からは、明日明後日とはまあ天気良さそうなんですけど、今日がこれ厳しいね。
こんな風に前にバイクを置いて、こういうね公園のところでちょっと休憩しています。これが今日のホテルです。実際3時がチェックインなんですけども、ちょっと早くね、チェックインさせてくれました。今何時かな、1時ぐらいかな。で今風呂も入ったりして、のんびりしています。だからちょっとね、昨日も見えるものもなかったので、それでは、今日こんな中でちょっとしか走ってませんけど、ご苦労様でした。そして見てくださった皆様方ありがとうございます。今日は雨だったんでね、アゴマンとからあのゴプロ取り外したんで、ほとんど動画はないと思いますけど、うまい。社長、食事行ってきます。はい、傘お持ちです。よかったらその傘。あ、これね、ビジーの傘ね。ありがとう、はい、これがものかな。いいですよ。はい、ほな、行ってきます。なかなか雨の今治もそれはそれでいいですな。これってデザインがどう考えても船のような感じ。これは基本的にここは何なんだろうね。すごい。その前にある、カップを瀬戸というところを目指しています。こういう漁港もなかなかいい感じだな。これがカップを瀬戸ですね。熱かんでいただきます。熱かんじゃないか。ちょうど人肌のいい。これ、なんか これがね、突き出しということなんですが、なんせこういうのもいいな、これこういうのもやっぱりあのキャンプで、いろんな食べるものもいいですけど、これいいですね。なんか本当にやっぱプロの作ったもんっていうのはそれなりの当たり前やけど、それなりもあるのほら。その後刺身とですね、ズワイガニが来ましたね。これすごいですよ。なんか食事はプロが作ったのがいいかもね。鯛めしがやってきました。こりゃすごいですよ。これめちゃくちゃうまい。なんか幸せ感じます。んで、これね、味噌汁もあるんですよね。自分で家でも料理とか作ってると余計思いますね。これはすごい美味しいし、なんか感動しますね。
なんかすごいこう色が綺麗な、これって今治ブルーっていうか、この雨の中をバイクで走っている。すごい。